はいどうも、ヒロドです。戦国無双4番の海姫です。なかなか特徴を捉えているんではないか。私はそう。というわけで今回の参考画像です。まあいでたちといい武器といい、うん、結構いいんじゃないかな。ほら、なぜね今回3番を採用しなかったかっていう点ですけど、うん、作りにくかったっていうところだね。まあ、そもそもこの無双露出のね多い服が少ないという非常にね難しい問題を抱えているからね、4番を採用せざるを得なかったっていうところですね。立ち絵とかはねすごく肌が白いんですけど、ゲーム内イベントの CG とかはね結構肌がピンクで濃いんですよね。ああいうのって担当が違うから変わるんでしょうかね。まあね、髪型ね、もう少しね、前髪、ボリュームあったらいいんだけどね。ちょっとタクがないんでね、これになっちゃいますね。頭の防具に霊体光を採用しています。ない場合はですね、頭の装飾のタイプで、鼻のやつをね、つけてみるといいかもしれません。今回こう、まじまじと見てね、感じたことはですね、目元の化粧がすごいんですよ。目の化粧はね一番持ってるような気がする。代わりにねチークはねほぼないっていう状態なんですよね。結構面白かったですね。身長は165センチです。服と防具の赤がですね微妙にちょっとずつ違うんですけど、まあここは自分の目でね、あここら辺かなみたいな統一してもらえればいいかなと思います。防具によって赤の色が出にくかったりね逆に濃かったりするんでね、合わせてみてください。今回頭と腕と足にダウンロードコンテンツの防具を使用しています。頭の防具に関しては頭装飾のタイプで再現できますし、腕のタイプはですねタイプ3かな、指が出てるやつがあるんでそれで代用できますね。足もまあ適当なやつにしたらね、まあ、作れるんじゃないかな。モーションはですね通常戦とは長瞬化のが似てるんですけど、無双はね、砲声に軍配が上がるかなと思います。まあ、簡単に言いますと、超瞬間が S で、砲声は地面を叩きつけるようなモーションです。はい、以上です。何か要望がありましたらコメント欄にまでお願いします。ご視聴ありがとうございました。